アンドレア・ポウリは、イタリア・ウィットリオ・ベネート出身のサッカー選手。アンタル・ヤスポル所属。ポジションはミッドフィルダー。2006年、当時、セリエ B の FC トレビーゾで17歳の時に、プロデビュー。マンチェスター・ユナイテッド FC、AC ・ミランなどのビッグクラブから注目を集め、2007年1月31日に、UC ・サンプドリアが、共同保有権を獲得。 シーズン終了までトレビーゾでプレーした後、サンプドリアが残りの保有権を買い取った。2007から08シーズンはサンプドリアに所属し、2007年11月4日のカリアリ戦でセリエ A デビュー。経験を積むため、翌2008から09シーズンはセリエ B の殺走路へ期限付き移籍し、32試合出場で5ゴールを挙げた。 2009から10シーズンにサンプドリアへ復帰すると31試合に出場し、チームのリーグ戦4位に貢献した。2011年8月29日、インテルへ1年間の買い取りオプション付きレンタル移籍が決定した。2013年7月11日、保有権の半分を買い取る形で AC ミランへの移籍が決定。 2014年6月9日、ミランがすべての保有権を買い取り完全一席。ミランでは当初こそ活躍していたものの徐々に出場機会を失い、2017年6月に契約が終了し退団した。2017年7月1日、ボローニャ FC へ自由移籍で加入した。2008年 UEFAU-19 欧州選手権2008のメンバーとなり、 準優勝を果たした。2009年2月、親善試合のスウェーデン戦において、U-21 代表に選出。UEFAU-21 欧州選手権2009のメンバーにも選出されたが、出場機会はなかった。2012年8月15日、イングランドとの親善試合にて、A 代表デビューを飾った。2013年5月31日のサンマリノとの、 親善試合で代表初得点を挙げた。ありがとうございます。